アルセナルフットボールクルブは、アルゼンチンブエノスアイレス州、アベジャネーダ・パルティードのサランディ地区を本拠地とする、サッカークラブである。アルセナルデ・サランディとも呼ばれる。アベジャネーダ・パルティードは、ブエノスアイレスの南部郊外にあり、マタンサ川で、ブエノスアイレスと隔てられている。同じアベジャネーダ・パルティードのアベジャネーダ市には、ラシンクルブと、CA インデ・ペンディエンテが、本拠地を置いている。 クラブ名は、イングランドの名門アーセナル FC に、クラブカラーは、ラシンクルブと、CA インデペンディエンテに由来する。アルゼンチンサッカー協会元会長のフリオグロンドーナと弟のエクトルグロンドーナによって1957年に創設された。2006年に、スペインの FC バルセロナと、若手選手の育成を目的とする、業務提携を結んだ。 2007年にはコパス・ラメリカーナで優勝し、クラブ史上初となる国際タイトルを獲得。なお、本来のアルセナルのホームスタジアムであるエスタディオ・フリオンベルト・グロンドーナが規定の観客収容人数を満たしていなかったため、急遽、ラシンクルブのホームスタジアムであるエスタディオ・プレシュデンテ・ペロンで行われた。この試合の放送で解説を担当した。 渡る高志氏によると、アルセナルの選手全員の給料を足しても、クルブアメリカのフェデリコインスは一人の給料に満たないという。2008年には、スルガ銀行チャンピオンシップで、J リーグカップ王者のガンバ大阪に勝利して優勝した。2012年のコパリベルタドーレスでは、ボカジュニアーズ、フルミネンセ FC、サモライ FC と同組となったが、 ボカとフルミネンセの壁は厚く、2勝4敗のグループ3位で、グループリーグ敗退となった。クラウスーラ2012では、クリスティアン・カンペストリーに、ギジェルモ・ブルディッソ、フェリクス・レギサモンなどを要し、組織力と守備力を武器に上位を保つ続け、第18節では、優勝争いのライバルボカ・ジュニアーズに、ラ・ボンボネーラで3から0と完勝した。CA ティグレ 同価地点ながら特殊点差で上回り、首位で最終節を迎えると、最終節では CA、ベルグラーのお位から0で下し、リーグ初優勝を決めた。アルセナルのライバルは、キルメス AC、ラシンクルブ、CA インデペンディエンテである。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。